面白同人誌バザール10 in 大崎のご案内を動画でさせていただきます。はい、どうも。たった今、まあ、これ公開されてる時間が、はい、19日金曜日の21時なんですけれども、はい、この時間から申し込みを始めました。はい、始めました。突発でごめんね。これもね、イベントですから、お祭り、本当突然で、ね、突発ごめん。そう、うん、まあでもね、突発だけど分かるだろう、これ準備してるってことは。いやけど本当タイトだったんだよ。いや本当いろいろね、大変だった。あの言っちゃったらさ、はいはいはい、締め切り作っちゃうからさ、まあそうね、締め切り嫌いじゃん。分かる、俺らも嫌いだからね。そうだから、そう、どうなるか分かんないから、ちょっと今回スケジュールタイトなので、まあ、突然のスタートということにさせていただきました。まあ、なんでこうなったかっていうと、普通のイベントと違って、そもそもね、できるかどうか、やっぱもう世間の状況分かるでしょ、皆さん。やっぱね、今回ね、本当にね、もう遅いぐらいだもんね。そう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 、まあ、幸い、大崎の会場に関してはもうね、我々通過なので、うん、要はもうギリギリでも何でもやれますよっていう、うん、まあ、そこの確約が取れてたので、はい、逆に言うと様子を見れたんですけどね、うん、はい、本当、大崎の人、ありがとうございます。ありがとうございます。まずちょっと概要ね。あ、なるほど、はい、そうですね、話しましょうか。はいはいはい、3月28日の日曜日、はい、日曜日にイベントやります。大崎駅南改札前自由通路、はい、夢桟橋、はい、でやります。はい、はい、ご存知の方多いと思いますけど、うん、ご存知ない方のために言っておきますと、大崎駅の、南改札の真ん前です。目の前です、はい、改札ピッて通って5秒です。5秒です、はい、っていうか改札が見えてます。はい、はい、そこで同時に即売会をやります。でちなみにもうオープンエアなスペースなんですが、うん、一部ちゃんと屋根もありますし、はい、我々の方で、テントも用意をしますので、うん、そんななんていうのずぶ濡れになるとかっていう心配はないです。はいはい、まあ、基本今まで雨に語られたことはないんですよね。通り雨が1回あったぐらいかな。10回ぐらいやってますけど、はい、10回以上かやってるんですけど、うん、まあ、風通りがいいので、そうそうそう、密になる心配はそうなんですよ、ないですよ。もう換気はもう抜群中の抜群ですから、いつも本飛ばないように気をつけてるぐらい突風が吹きますから。ね、チラシはちゃんと重し置いといてくださいとかって、そういうのをこれで、ね、多分ね、大崎に参加した人だったら笑いどころ、そう、笑いどころだよ、マジで、マジで突風吹くから。でちなみにそのチラシがバーンって飛んで、もしね、下に線路が通ってますから、山手線とか、はい、それが架線に引っかかったらイベントパーですからね。はい、っていうかもう、はい、金輪際できなくて、めちゃめちゃ怒られますから、JR に、はい、はい、そういうところなんでね。まあ、逆に言うと、新型コロナのね、はい、あれで密だとか換気がとかありますけど、うん、そういう心配は非常に低い、はいはい、というところなので、密室でねやるイベントと比べると安全性は高いんじゃないかなと思いますので、うん、はい、まあ、気にされる方はいらっしゃると思いますが、こぞってぜひ、はい、ご参加くださいって感じですかね、はい、うん、今回でもあれですね、ナンバリング会、第10回っていう風にはなってるんですけど、うん、開催のやり方自体は、コミケと連動してる時と同じような開催の仕方するんですよね。そうですね。即売会で大体スペース配置って先にしてるじゃないですか。当然ね、だってパンフに出たりしますからね。はい、もう大崎はもうそれ一切ないんで。ないです。はい。当日決めます。当日。選びたい放題。どうやって決めるかっていうと、はい、先着です。先着。早い者勝ち。いや本当乱暴だと思いますけど、受付順に場所を選んでもらう、受付た順番に好きなところを取ってもらうっていう、まあ正直ですね、そこまで何500も600も集まるわけじゃないので、うん、ね、来てくださった方には通路をこう回るように全部見ていただくというのがもう眼目なので、うん、はい、はい、そうやっていただいてますが、でそうですね、今回はその今日からの申し込みの順序で、まあそうです、はい、受付順も自動的に決まりますので、だからもう申し込んでる方がもしいればもうそれは確定、ね、出店確定だし、はい、そうです、受付順も確定です、確定ということがあります、はい、まあ、ちなみにその受付順が何番かは、ちゃんと後でお知らせをしますけどね、はい、はい、それぐらいかな。そうですね、まあとにかく大崎では通常の同人誌即売会なので、うん、いつも通りの面白同人誌バザーのルールで本を持ってきていただいて全然構いませんので、うん、ちょっとハンズの方にはね置けなかったとか間に合わなかったなんて本もぜひぜひね持ってきていただきたい。それとこれいきなり見た人ハンズって何って言ってると思うけど、ね、ああそうかそうか、それ一応まあ概要欄には書いておきますけど、うん、まああとテロップが出るんですけど、3月22日から3月29日まで、はい、東急ハンズ新宿店で、はい、高島屋のところですね、はい、面白同人誌バザールプレゼンツのプレゼンツのイベントを開催しているんでございます。インストアライブですね。そう。インストアライブをやってる期間中に大崎でこれをやろうと。はいはい、
そうですね、はい、その狙いがねやっぱ、まあ、前の動画でもねお話をしてますけど、やっぱりこうなんていうのかな、知らない人たちとの出会いをこうからねこうよりディープなところにこう引き入れて、ね、そうそう引きずり込んでくるっていうね、はい、で次の神保町へ流すっていう、そうですね、この一連のね仕掛けが仕掛けをみんなでこう作っていこうっていう、はい、なのであれですよね、本当に同人誌、特に情報系の同人誌なんて知らなかった人が、うん、ハンズで見てチラシを持って帰って、うん、なんだ大崎でやってんだったら行ってみようかなって人が本当に1人でも2人でも来たらもう大成功ですよね。はい、まあ、それプラスねやっぱりこう即売会がねどうしても中止になってますから、はい、そうですね、ちょっとうずうずされてる方はちょっと久しぶりに即売会の空気を味わっていただければと、ね、はい、特にあの2月のね、まあ、コミティアがまた中止になったりとかっていうのも追加でありましたんで、下手すると11月の我々のイベント以降出店してないっていう方もいらっしゃるでしょうから、うちらはそうで我々そうでしょ、だって、うん、だって年末もイベントなかったしね、そうだね、そう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 、だからね、そうやります、そう、はい、やりますよ、あれとか言っちゃっていい、もう何が出店料とか、ああいいんじゃないですか、はい、じゃあ今回は4000です、4000、それも当日徴収します、はい、当日徴収です、あのねこれ理由がありまして、うん、もしですよ、嵐が来て開催できないってなった場合の返金が大変じゃないですか、なので現地徴収しよう、はい、ということになってます、そう現地徴収するんだったらもうその人に金払った順に、はい、そうです、場所選んでもらおうっていうのが大崎なんです、それが大崎ですから、はい、まあね、きっちり全部決めたいって人もいるでしょうけど、うん、まあ、そういう人には向かないんで、ただ、うん、あんまり推奨はしないけど、いけるかどうか分かんないけど、ひとまず申し込みだけしといてもいいよ、あ、まあそうね、はいはいはい、全然それでも構わないです、当日行けなく参加できなくてもいいから、とりあえず申し込みだけしといて、お金払わなくていいからね、ああ、まあそうか、でも開催されたら基本的にお金本来はもらうんだよね、まあそうなんだけど、うん、そうなんだけど、まあちょっと今回はね、今回はみたいな、はい、まああんまりいっぱいになったらね、テントを借りる代金とかどうしようってなっちゃうからね、まあそんまあね、そんないたずらされたらもうやめるよ。ああ、そうだね。そうしようすか。もうそんないたずらばっかするやついたらもうイベントやめるよ。そうだね。もうみんなで作っていくイベントなんだから。いたずらはやめて。はい。じゃあいたずらしないっていうお約束で、はい、別にもう申し込みだけして、当日例えば体調が悪いとか、はい、まあ、そういうのも全然 OK にしましょう。もう今回に関しては。はい、そうですね。わかんないじゃん、もう。まあ、正直わかんないからね。だって俺らだって明日ね、なんかコロナですって言われるかもしれないわけだしさ、私ちょっと不安だけど、申し込んどいたら、うん、状況が良くなってれば行こうかなってなると思うから、あ、じゃあもうとりあえず申し込んどいてください、そう、今回に関しては申し込んどいてください、まあ、そうだね、だから宣言解除になるか分かんないじゃん、3月の7日でね、うん、で締め切りはね2月中なので、うん、まあ確かにとりあえず申し込みはありってことにしましょう、今回は、だけは、はい、なのでちょっと不安な方 もうとりあえず申し込んでください、ね、はい、皆さんのねお家にある在庫、はい、うん、それから作りかけの新刊、そういったものをぜひ持ってきていただきたいな、あ、作りかけの新刊持ってこられるのもあるから作りかけの新刊は作って持ってきていただいて、いいんじゃない、仕掛かり品っていう史上初、まあなんだっけ、ね、誰か超有名漫画家がね、下書きのまま載ったっていうのがありましたけどね、そういうの仕掛かり品、まあ、逆に言うと大崎本当に何でもありなので、ルールさえ守っていただければ、うん、ね、自由にね皆さんでやっていただきたいと思います、今回ハンズで大変な思いしてるから、大崎ゆるゆるだと、ゆる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 だとそれは思う、まあでもね、大崎とね、ハンズの会場をつなぐなんかとかもね、いろいろちょっとやりたいんですけど ね、 やりたいけどね、はい、まあ、いずれにしろそうやってね、なんか面白いことをね、やって10回ですからね、そう第10回ですよ、はい、ね、10回ですわ、2016年の6月に第1回を開催して以降、池袋でやってから、はい、から、まあ、ナンバリング会だけで10回、大崎のね、あれを含めるとコミケ連動でもう数回、まあ、そうですね、まあ、9回ぐらいやってる、倍ぐらいやってる、うん、9回ぐらいやってるんだ、でもうそういう意味では我々も丸5年これに、はい、関わってるということになりますが、うん、まあまだ5年、やっと5年という感じもします、やっとなんかスタート地点に立った気がするよ、そうね、特に今回のね、やっぱそのハンズと、うん、まあ、まあ我々の原点の一つである大崎と、うん、この連動がね、うん、面白くなるんじゃないかなと思います、はい、なのでね、そう、そのためにもね、こぞって申し込んでいただいて、あとはなんだっけ、出店者じゃなく、どうして、ね、買いに来る、買いに来る方もぜひぜひ、そうですね、大崎来てくれればと、ちょっとまだね、全然アイデアベースですけど、なんかね、他のこう本以外の出展者とかも呼べたら面白いですね。あ、そうね、はい、
ね、そうね、もう別になんかもうバザールなんだから、そう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 、別に野菜売ってたっていうわけですよそうね、バザールだからね別に、だからそれこそね、白菜売ってて隣で白菜のレシピ本があってもいいわけだからさ、そうね、まあ、そういうふうにして、まあ、たまに怒られるけどねたまにね本じゃないじゃんって言われるけど、別にいいじゃんと思うんだけど、別にもう自由に行こうぜ自由にとか思うんだけど、だからあのハンズでやっぱりそのグッズとか今回売れ皆さんの売ることができないので、うん、グッズをいっぱい作ってる方とかぜひ大崎持ってきてください、はい、もうみんなでやりましょう、売りましょう、そうですね、はい、はい、まあ、その意味で言うと我々もちょっと、まあ、100% 保証できないですが、グッズを計画しておりますので、そうですね、はい、大崎でデビューするかもしれないので、いやグッズできたら本当買ってあの今回ね、もうこの動画だから言っちゃうけど、本当に僕らねほぼっていうか 100% ただ働きなので、今回特にハンズに関してはきついきついのよ、仕事もできないしさハンズね、本当ね、本当きつい、本当ロハなのよ、うん、なので辛いんで、ぜひグッズぐらいは買ってください、そう、もう僕らの本は結構皆さん買ってくださってるんで、持ってない人も絶対本は買ってもらうとして、うん、はい、グッズをね買って応援をしていただきたいなと思っております。あとね、ちょっと長くなっちゃって、ああ、いいんじゃないですか、ひょっとするとね、ひょっとするの3月28日はまた GoTo が入っちまってたりとかするとね、ああそうか、東京まで買いに来れちゃったりするわけですよ、そうだね、そうだね、あ、僕はあ、分かんないね、確かにね、うん、まあ賛否両論あるからね、どうなるか分かんないけど、でも再開してる可能性あるもんね、うん、でまあね、あの再開してくれって声もありますから、もうそれが再開されてると、ちょっとね遠方の方でも安く東京に来て即売会に参加なんてことはできるかもしれないので、はいはいはい、もしそうなったらぜひぜひ来てください、はい、楽しみですね、いろいろ、いや本当楽しんでいかないと、そうそうそう、もうね暗い話ばっかりするんでやめよう、うん、ね、うん、明るい話楽しく、もうその意味ではね3月28日のこの大崎の面白い同時バザール10、はい、ぜひ皆さんで盛り上げましょうと思います、よろしくお願いします。最新情報はツイッターでご確認ください。